はもうゼロ日婚とかしてくれる人の方が、私なんかと話す時間あったら家帰ってご飯食べたいよなとか、めちゃめちゃネガティブ。ライフプランみたいなのってあったりする？35歳とかまでに、とかしてみたいですけどね。シェリーのお風呂場。鳥いい男いない？あら、今探してるの。ひるちゃん、はい。いないですよ、全然。じゃあ今出会いましたよ。してみたいですけど、今ワンちゃんを今かお迎えしてて飼ってるんで、ちょっとあの昔よりは、なんだろう、男性に対するなんか欲が減ったかもしれないです。ああ、まだ実際ね、ケアが必要だしね。そうですね、なんか寄り添ってくれるのが、なんか人じゃなくてもいいんだって気づいちゃったから、なんか前は本当に誰でも隣にいてくれたらって感じでアクティブだったんですけど、だからすごいなと思って、シェリーさんもあの番組のカメラマンさんでそうだから、ああいうそのガッツというか、ガッツめっちゃいいなと思って、あの恋愛に貪欲でね、いや素晴らしい。だから私もロケとかお仕事で、まあ、その毎回違うじゃないですか、いる人が、でもそこで結婚指輪してるかしてないか見たんですよ。分かるよ。それでなんかすごい優しくて、やたら話しかけてくれる感じのいい人で、ちょっと何この人ってもしかしてとか思って、私それこそあの伊藤麻子さんとすごい仲良しで、麻子さんにこういうのがあってこういう人がいてって言ったら、あーその人結婚してるよって、っつって指輪してないだけっつって、最悪。でもそうね、だからそのロケの時の方が、一緒にいる時間長いし話す時間が多いから、好きになる確率めっちゃ高いんだけど、ロケの方が次会う確率がめっちゃ少ないから、そうですよ、一回きりが多いんですよ。そう、だから再会しないんだよね。そうなんですよ、わかるわ。連絡先をね、聞いたりとか前はしてましたけど、今はなかなかしてないな。それはなんかやっぱこうちょっと売れてるし、ちょっとこうやっぱこう気使うなみたいな。いや全然そういうの考えたことないんですけど、ピンときたら連絡先速攻交換しに行くタイプなんですけど、いやなんかやっぱちょっとワンちゃんがいるっていうのを第一に考えちゃって、恋愛したいっていうよりはもうなんかむしろゼロ日婚とかしてくれる人の方がいいなみたいな。それは なんで結婚がしたい？次恋愛するとしたら、なんか年齢も29で来年今年30歳になるんですけど、一回結婚しとくのも経験かなみたいな、なんか恋愛の期間長かったら、なんかそのチャンスもなんかないのかなっていうか、ゼロ日婚できるぐらい頭ぶっ飛んでる人の方が同じなのか、勢いで一回やっちゃいたいっていうか、芸人もそうなんですけど、芸人やり始めたのもめちゃくちゃ勢いで、なんかノリで吉本入っちゃって、それ今までたまたま続いたっていうだけなんですけど、面白い、ちょうど合ってたんだね。そうです、だからゼロ日婚とかしてくれる人いたらなって思ってますけども。よくあの、はい、お風呂場でも話してるんだけど、お風呂場であのアプリやってほしいよねって、マッチングアプリやってほしいよねって、その同じアヒルちゃんだったら確かになんか考えが、そうですよね、ちょっとこっち側って言ったら変だけど、なんかこう割とね、こう視野が広い人のイメージだから、アヒルちゃんと付き合いたいって言ってるアヒルちゃんがいて、なんかちょっとそういうの作りたいなって。それ会員になりたい。難しい、もうさ、アプリとか本当に嫌な話聞くじゃん。確かにそうですね、おふざけな人たちをこうちょっとこう、ふるいにかけられる何か欲しいよね。一回全員会いましょうか。いいですか、ちょっと一回いいですか、ちょっとお風呂場の、ちょっとあのマッチング担当、そうですね、イメッチが全員ちゃんとこう、見て悪い人は合格、はい、ごめんなさい、今回は残念でした。いい、それちょっと考えていこう、一緒に。そうですね、ちょっとめちゃくちゃいいかも。恋愛はじゃあなんかこう常にしてるっていうよりも、前はじゃあ割と結構アクティブに恋愛してたけど、ワンちゃん迎えてちょっと今ライフプランとかも変わったりする。そうですね、やっぱ前は
本当に常に誰かのこと好き で、うん、で相方にもこの人のこと今好きなんだって言ったらへーって言われていいじゃんいいじゃんって最初言ってくれてたんですけど、うん、1週間とか2週間でコロコロ変わるから信じてないみたいな、うん、どうせそれもまやかしだよみたいな、その今好きっていうのもまやかしだよってなって、うん、でもやっぱそんなあもう変えられないじゃないですか。やっぱすぐ好きになっちゃうし、好きな人できたらこの人のことすぐ忘れちゃうからすぐ変えれなかったんですけど、うん、ワンちゃんとの散歩の時間が今多分一番癒しで、うん、だからその散歩の時間が今まではカラオケに男性と行ったりとか、はいはい、飲みに行ったりとかする時間だったやつが家に帰らないとあの子たちが待ってるってなっちゃったから、うん、だからワンちゃん好きのお散歩してる中で出会った人とかの方がいいのかなとか。なるほどね、めっちゃいい。それそういうなんかこうグループとかありそう。なんかその確かに同じ犬種のなんかこういろいろ相談するためのなんかさ、うわありそう。意外と人見知りなんで、そのなんかグループになってるところ結構いるんですけど、うん、なかなか行けなくいいんですよ。ね、面白いね。そのいいなって思う人の連絡先ガンガン聞くのに。そう。突然人見知りなの？仕事場に行くと全然行けるんですけど、うん、なんかプライベートになるとすごい人見知りになっちゃって。私なんかと話す時間あったらなんか家帰ってご飯食べたいよなとか待ってめちゃめちゃネガティブ。えめちゃくちゃネガティブ。めちゃくちゃネガティブじゃんその人見知り。びっくりしちゃった今。でも前に、うん、2、3回お会いしてそのワンちゃんたちがもう仲良くしててっていう男性がいたんですよ。なんか、うん、また会いましたねみたいな。その人に3回目に連絡先聞かれて、うん、いいかもと思って、うん、その人海外の方なんですね、うん、でも日本語ペラペラで、うん、めっちゃいい。でまた今度あの散歩する時間言いますねとか言ってで連絡先交換して帰ったら、なんか君にマッサージをしたいみたいな君と2人でマッサージしたいって来てはってなって散歩しましょうみたいな、うん、明日この時間に散歩行きますけどって言ったら、いや僕は夜に君とマッサージがしたいって言ってきて、なんじゃこいつと思って、私はあなたとはお散歩仲間でしかないのでって言ったらブロックされてそれでそっからもう何の先おめえが聞いたんだ。だから6年生いないなと思って。ほん？いや、そんなことないけど。そうですね。そうなってくると、さっきの、マッチングアプリの、面談、ちょっとやっぱ言えないな。全然合格にしちゃってるじゃん。うわ、見る目ないかも。確かにな。街で出会って、同じ犬散歩して、今度また散歩しましょうって、うん、こんなに健全な出会いないのに。やだよ、どうやったらさ、なんかこうさ、健全なさ、ほんわかしたさ、楽しい恋愛ができるの。本当に、でもなんかアプリとか、SNS の DM とかって、うん、やっぱ合ってないから、うん、こうやってそのお会いした中で選ぶのはいいなとは思うんですよね。まあね、うん、やっぱ現場。現場だね。現場。自分のなんとなくライフプランみたいなのって、はい、なんかあったりする、そのこういう。はい、なんとなくこのタイミングでこうできたらいいなみたいな。結構私子宮がもともとやっぱ弱いからできる、うんうん、赤ちゃんを授かれるかどうかもわからないんですけど、いつかはやっぱその自分の DNA を引き継いだ何かを見たいから、うん、何かって、まあ、多分人間だけど分かんない。このね数年の間になんかものすごい進化が起きるかもしれないけど、おそらく人間で人間ですね。そう、人間を見てみたいから、うん、15歳とかまでに結婚とかしてみたいですけどね、うん、どうなんでしょう。選択的シングルマザーも全然ありだなと思ってるんですよね、うんうん、今ちょっとぶっちゃけ男性よりワンちゃんの方が勝っちゃってるから、うんうん、ワンちゃんと育てていくのもありかなって。ワンちゃんと育てていくっていうのはあれだよね、ゆめっちがワンちゃんと赤ちゃん全部育てるみたいな。そうそうそう、ワンちゃんがパートナーみたいな言い方はちょっと今なってたけど、ちょっと怖いですよね。それは怖い。全然全然、うん、全員をゆめっちが育てる、はい、育てたいですね、でもしその授かったりとかしたら、うん、全然なんか育休とか妊活とかなんか全部してもらいたいですし、うん、なんかねベビーシッターとかもしたいですし、あらそんな話はあんましたことないんですけども、相方と、はい、2人
二人が幸せになってくれたら私はそれでいい私は私で今幸せだから。へえ、なんかじゃあ絶対結婚したいとか絶対子供欲しいとかなんか出産が絶対したいとかっていうことはそんなないけど、うん、なんかなんとなく経験できるんだったら、はい、あ、そうですね、うん、経験をしていきたいなって思いますね。うんうんうん、うん、どういう人が好き？うわー、ね、男って感じの人が結構タイプで、へえ、そっか、めちゃくちゃ私好きで、もう久しい、その近年まれに見るドタイプ、ずっとニコニコしてて、ほがらかというか、本当全然一回も会ったことないのに。どんどん好きになっちゃって会えるといいね、会えるといいんですけど、諦めないでね、スケジュールすり合わせてね、本当にもったいないじゃん、まだいいのかな。私だからそれで言うと、そのしゃべくりでパートナーとかあったでしょ、はい、でその時にしゃべくりの中で有田さんがもう今すぐ連絡先交換って言ってくれて、はい、でその時に有田さんですと思ってそうじゃないと一生交換しないじゃん。で連絡先交換して、はい、でその時にあの今日ありがとうございましたお疲れ様でしたって来てぜひなんかあの飲みに行きましょうみたいな感じで返してでその日は一回終わったの、はい、だけどその後結局私が結構頑張ってそのほどですかみたいな感じでそろそろ落ち着きましたみたいな感じでもう一押ししたので、それからなんか結局まあ飲むことになったんだけど、はい、なんか向こう的には最初の社交辞令だと思ってたって言ってて、だからそのなんか向こうから押したらなんかなんだろうタレントだしとか失礼かなみたいな感じで、そうですよね、そう思いますよね、まさか本当に行くとは思ってなかったって言ってて、うん、だからそうちょっとそれはなんかこうアグレッシブに行ってよかったなと思って。確かに全然関係ないけど私から DM しとこうかなびっくりしちゃうこんにちは、はじめまして性教育チャンネルやってるシェリーです。次来た時第2弾聞かせて、絶対。うわ、そうですね、絶対聞かせて、その後どうなったか。ぜひぜひ。あのまま連絡取ってないんですなしだから。そうですね、ちょっとでも今日の私がこれ一押しね。はい、そう今日実はシェリーと共演してめっちゃ連絡しろって言われたんで連絡しますでいいよ名前出しちゃっていい。そうそう、言って楽しいじゃん。確かに自分のなんかポジティブというか気分を上げるためにもいいですよ。わかる、勝手に恋してるだけだから。わかるわかるさっきもだからさ、そのなんか現場でいろいろ好きな人見つけてって、私はさすがに連絡先交換はちょっとできなかったけど、もう超似たタイプでもう各現場になんかこうキャンキャンって好きな人来てみたいな、なんか恋愛がすごいなんかこうちょっとこうモチベーションみたいな。なりますね。なるなる、楽しいってなる。うん、嬉しい。いや、なんか全然なんかまだまだいっぱいいろいろ話したいね、話したいね、すごい嬉しい、今日来てくれてめっちゃありがとうございました。嬉しいですね、また来させてください。またぜひ本当に話しましょう、しましょうね、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゆめっちでした。ありがとうございました。